I've been listening to laughter all of my life. The British boy can't be a professional wrestler. The British boy can't be a big star in Japan. The British boy can't win the best of the Super Juniors, and I've done that twice. The British boy couldn't win the IWGP Junior Heavyweight Championship, and I did that three times. And after saying that, I'm still hearing him laughing. I still hear you doubt me. The British boy can't be IWGP World Heavyweight Champion. Who is laughing now? もうブリティッシュボーイがもう IWGP のあらゆるベルト取ったと。はい。なんかまだお前ら疑ってるのかみたいなことを言ってますね。5 years to the day I have been with New Japan Pro Wrestling, and I debuted in this very arena, Ryogoku Sumo Arena, was my first match. And I've done a lot of bad things. Hell, I can admit that. I'm not a good guy. But honestly, from the bottom of my heart, I want to take this time to apologize to absolutely no one. I do what I want. The United Empire does what we want because we have the power. 誰も俺たちを止められない。 But the story, I'm sorry boys, the story is not complete.ストーリーはまだ完結してない。岡田だと。きたきた。岡田和親が姿を見せた。東京ドームでオスプレイに勝った岡田和親、リングに上がる。そしてマイクを握る。どころじゃないぞ。これが高木。おい、お前ちょっと調子乗りすぎじゃねえか。王様にはなったつもりか。東京ドームで岡田に負けたリベンジか。バカ野郎、そんなのな、誰も覚えちゃいねえんだよ。だけどな、さっきのニュージャパンカップ一回戦、ここにいる岡田がこの俺に豪快に負けるのはみんなよく覚えてるな。そうきたか。そんな岡田がこのタイトルに挑戦できるならば、ならばニュージャパンカップ全戦メインイベント、さらには見事初の準優勝のこの俺にも、いやこの俺の方が挑戦できるやん。
心配するのか。心配するのか。この強いのか。このベルトを取った勝ちだ。初防衛はお前を示してやる。戦いの三角関係が成立したのか。これだけの文句はねえよ。文句はねえよな。ということで、俺らも言いたいことは以上だ。これが高木慎吾です。結局持ってきましたね。挑戦権を強奪しました。岡田選手喋りました一言でも。いや喋ってないです、ね。まあ、結果的に次の次は岡田ということですよね。ですから岡田選手からすると、まあ、どっちにしても回ってくるわけですよ、はい、今オスプレイ選手なのか、はい、後々あの高木選手なのか。だから岡田がどう答えるかですよね。さあ岡田どうする。岡田がまずはマイクを取るか。オスプレイは岡田と戦いたい。高木はオスプレイと戦いたい。でも次に岡田と戦うと話した。さあ岡田はどうする。おっと選ばせるんですか。オスプレイに選ばせるということですね。これねどうするんだ。オスプレイ取った。First Shingo. Oh. Then I'm coming for you. 最初に高木、そして最後に岡田。これがチャンピオンの順番です。岡田も納得をして、一言も喋らずに。リングの下に降りました。喋らないと、俺は喋らないんだという岡田。いやーミラノさん、はい、とんでもない展開になりました。本当にこのね強奪していきましたね、ただこうなぜかねこう言ってることを聞くと、はい、ああなるほどそれもありかと思ってしまう、この説得力。はい、いや説得力あったね今のは、はい、完全に声大きいですしね、はい、声大きいと説得力増すもんね、はっきり喋ってましたし ね、まあ、これまでの戦いで認めさせたっていうのもあると思いますけど、あ、はあ、ちょっとオスプレイがね、クソ野郎だ、邪魔が入ったが関係ねえ、こっから帝国の時間だ、今宵限り許してやる。国民も帝国民も表を上げて帝国のキングピンウィル・オスプレイを称えろ。聞こえねえよ、もっともっとパンダイの拍手をよこせ。説明なんかいらねえだろ、見りゃわかることだ。だがあえて説明をしよう。これがジェット、あの変なグレートウォーカー、そしてCool.